はい。えー、こんにちは、翔太です。ポケットモンスター、ソードシールドのシングランクマッチやってきます。やっぱね、なん、なんらかんだ言ってね、そうなんか、受け回し、受けろくでも、攻め駒を絡める形でも、いろいろなんか使ってみたけど、なんだかんだ言って結局この並びに戻ってくるんだよな。なんか。うん。これもね、2シーズン前に考えついた僕を素直に褒めてあげたいわ。まあ、そんな話はさておき。えっと、俺はヤドランは絶対、 絶対投げる無限大のも投げる。ってなるときついの。うん、サンダーが一番重いか無道欲しいけど、サンダー考えるとハッピーだけど、ゲロゲ考えると。あー、まあでもダイナヤドランで物理だったら頑張ればいいか。誰から入るかが結構寛容で。うん、まあダイナからかな。ヤドランを置いて、 ハピかいや、番ギはさすがにないか。えー、無道。あー、でも無道欲しいなーえー、でもサンダーやばすぎるよな、さすがに。かといって番ギ投げるとして。いや、ゲロゲン弱すぎる。ハピだな僕、これ今4桁から潜ってんだけどさ、相手の人普通に <laughs> 400位とかで結構強かったんだよね。あ、ウーラスから来るんだ。うーん、まあ、大巻切ってくる形だった。 たら咎めれるのはダイマックスほどねで引くっとしてうーんまあダイマックスでいいかなこれはヤドランで相手の裏に多分負荷かけるで展開作れるから素直に通るんだあーまあ無限ライナでウラス削れるのはとりあえずいいんだよね役割対象通りだから強打、まあ、スカーフでないのは確定してて ダメージ次第。ハチマキ。ハチマキ以外絶対にありえないパワーしてる。こ、多分再生だな。ネクロズマ低いでしょいや、突っ張ってきてんの。なんでなんだろうと思ったけど。まあ、強打削れるならそれはそれでいいし、この HP の裏をする相手はあんま大マキ切りたくないと思うんだよね。受け切っちゃっていいかな。あ、そうで僕の、そうね、シーズン15の、 構築と全く同じではなくて、無限イナの方とか、バンゲラスの技とかが若干変わってますね。まあ、無限大なはちょっとまだね色々、いろいろ、いろいろまあパターンがあるから、うん、まあ一概には言えないけど、何がいいとは。まあさすがに引くんだよね。まあダイマックスをさっきのターン打って、ウーラを削れてるならそれはそれでよかったけど、えっと暗黒兄弟2回打たせてて、あと2回しか打ってないから、 まあ割と悪くないかな。このヤドラン引き。えー、でも無動引きまで考えるとね、多分あんま良くないと思うんだよ相手して。まあ、とりあえずヤドランで良くて、こうね、熱風にビクビクしながら <laughs>、勝ったわ。さすがにもう一戦やります。はい、じゃあそのまつくで2戦目やっていくんですけど、なぜか相手なんか <laughs>、また300位とかめっちゃ上引いたんだよな。 まあもう全然いいんだけど。えっと、これは選出ヤドランは投げたいかな。ヤドラン無限ダイヤできついの。ウィンディもいける。レザードはどうなんだろう。まあ言うてネクロがめんどくさい話と。まあ、バンギラスがちょっと重いマタドガスに無限ダイヤ打てないな。マタドガスちょっと困るな。まあバンギには毒入って。 言っちゃえば、あんまり怖くない話はあるけど。えっ、ー、と、またドガスま、ま、わかんな。またドガスだけガチ、えー、ってかわかんないポケモンいっぱいいいんだけど。あ、無限ないな。ヤドラン。んダイナから入るかどうか、要検討で。なんならダイナいらない話あるな。初めてかもしんないわ。ダイナ投げないの。えっと、ヤドラン、まタドガスさすがに特殊でしょ ハッピーナスかバンギラスとエアームド。バンギかなハッピーかなーハッピーだな。この近伝環境の受けループラスはさ、さすがに無限大のありきで成立しているところがあらゆるところがそうだから、なかなかね、あれなんだけど。 まあこれはさすがに引かないとまずいから。えー、多分ハピでいけるよね。デンジハーもらってもいい。ボルチェンとかだったらハピナスそう簡単にしないし。てか、いまだにエルザードよく分かってないんだけど。放電。まあこれは全然いいね。で、裏に投げ通るから、まあ削っていけばいいんじゃないか。で、結構ヒットポイントでかい選出してるから、TOD 負けは多分まずない。 ハピナスがいる時点で、ヌケリンとか投げてない限りは負けないからね。相手これどうすんだろうなここ悩んでるけど、うん、引きに対して。ああ、ボルチェンで引くのか。これで釣り交換プラスボルチェンの負け筋が一応ある。まあでもそんなにかな どっかでこっち強気な行動取れるし。ここマタドバスか。化学変化ガスではない。うん、でも寝ればいいんだよな、最後は。困ったら。遅い。マ、ま、タ、あ、ドバスってこんな遅いんだっけ削っていくか。独毒範囲。 いや、これ眠るで <laughs>、眠るで全部解消できるからね。な無限大なからどんな方でも、これでハピナスいけるようになるっていう、めちゃくちゃ偉いね、性能してるハピナスなんですけど。あ、そう、ハピナスの方もだから若干変わってるね。まあ、投げ連打でいいかな。裏削れるならそれはそれでいいし。で、こっちエレザードに後投げできる駒がいないから、まあ、ハピナスで眠るで突っ込まなきゃダメかな。 まあ、無限大なミラーで S 勝てるぐらいまで僕は無限大な S 振ってるから、まあ、これいらない話はあるけど、なんでだっけあ、なんか、あれか、バンギラスに自信入れたくて眠る省いたりしたから、なんかこういう構成になったんだよね。まあ、ステロの枠と諸説ではあるけど、なんかこの試合は <laughs>、眠るが変にいきそう。え、でもこれ本当になんかザコ狩りしてるとかじゃなくて、相手300位とかで、普通にまあまあ順位高い人だったから、全然、 わか,かんないわ。環境、どうなっちゃってんのエレザード欲し。まあ、エレザードは回復しないから、ここ削れるのは結構でかくて。まあ、ここ寝ていいかな。早めに、ねんねした方がいいね。で、またのがすが、 うーんまあでもあの方なら、あれか、ミストフィールドは絶対無理だし、まあ、化学変化ガスが鬱陶しいけど、これ相手どうすんだろうな、眠る崩せなそうだけど、ネクロ出てくる分にはヤドランの熱湯が結構空いて、きついはずだから、それがだいぶ良くて、てかこっち有利な試合展開に持っていけるから、そう流れでいきたい。ボルチェンで引く。 なあハピナス意外と汎用性あるといえばあるな万能がさ持って <laughs>。でも、海洋ガがいるから、っていう話であって、なんかインフレしてるおかげで変に価値の上がったウケポケモンがいるよねこれ買勝ったわ。ハピナスで全部完封してネクロズマだけヤドランで見ればいいから、負けない。ヤドランはねドヒド、ドヒドイデと違って、ランドロスに弱くないのがいいんだよなと。まあ、生物に持てば、エスバウケの性能はそんなに変わんないから、まあ、毒の耐性がない代わりに、 地面タイプあんま好き見せないのと鉄壁ボディプレイが結構強力なのとただヒヒダルマかんヒヒダるマとウオノラゴン考えるとちょっとねーって感じはあるメテオドライブはいいねこれで熱湯していけるわまあ、どっか早めに焼くとかなり楽な展開になるけどでこっからリウマイしてくるのは鉄壁で間に合うからそれはあんまり 龍前に対してネットで焼けたらさ、バカらしくない君。まあ、下げるにしても。あ,あ下げるんだ。エレザード。ここやってたいかなヤドラらは回復しないで殴っても。あ,あてかこいつこれか。クソだるいのだったわ。ああ、だるかった。そうだ、なんこんな特性持ってたなこいつ、ね。だるい、だるい特性持ってたな とりあえずこだわり目がないとかじゃないから、まあ、ヤドラン一回強気に突っ込んでもいいわけで。まあボルチェンプラス釣り交換だろうけど、相手、こっからは。うん、まあでもプレス、え、エルザドってさ、なんか、電気ノーマルとかじゃなかったプレスで殺したらい,いけどなまあ、ヤドラン下げて、 あオッケー釣ってない。次、プレスどうかえ。レザードがっつり削ると、一気に、こっちの、ああ、ネップ <laughs> ヤドランにしてよかったね。いや結構、なんか、無限大な入りのウケループってさ、似たような感じの構成にみんななってるっていうか、まあ、強い人は何人かいて、まあ、2人だね。3人、わかんない。何人かいて、それを <laughs>、みんななんか、そのパクってるノリがあるけどさ、この,このヤドランだけは、 僕独自の枠だからちょっとなんか気に入ってるね。僕独自かは分かんないけど。僕独自じゃないかもしんないから、そうだったらごめんなさい。でも多分あんまいなかったと思うんだよな、他に。これで殺せないか。オッケー消えろ。で、ヤドランどくるのだけ負けるから、まあ、素直に、えっと、引けばいいかな。 いやー、ヤドランほんとなんか、か見た目元々結構好きなポケモンだから、ヤドランとかヤドンとかコダックとか、そういうのが。まあまあ、まあ、せ対戦面でも、まあどうなんだろう。みんな、あんまなんかあれだよね。その、強いんだけどさ、僕は強いと思ってるけど、そんなメジャーな方ではないじゃん。なんか、エースバーンとかミミッキューとか、まあ、あとそれこそザシアンとかみたいに。ただなんか、うん。 これ受,け受けポケモン見た目可愛いのいいよな。それ好きだわ。相手技構成何かな大イ高。ああ、打点ないやつかランに。完全に。クソ余裕なんだけど。まあ、焼くと話が早いかな。で、裏でダイマックスしてこなくなったから、これ以降ダイマックスを考える必要ないのも、でかいね。急所急騰よりやけどなんだけどな。 急所は別にどっちでもよくて、火傷引く方が大事だったけど。え、これ、フィールド付きのサイクも余裕だから、いいね。いやー <laughs> いいね、ヤドラン。このアホズラがね、めちゃくちゃ好き。まあネックローズもさっさと焼くか。えっと、熱風、メテオ、あ、オッケー。回復多分ないやつなんで、ね、削ればいいかなって思ったんで。まぁ、あ、いやいや。 やっぱね、山田ループですわ。お疲れ様でした。GG。